はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はシェルと、ナゲットを合わせた夏にぴったりのデザインになります。それではどうぞ。はい、じゃあまずは、シェルを用意します。まあどんだけどんな感じでいるかわかんないからざっくり出しておきます。この辺どこで買ったかな、まあ、ネイルパートナーだった気がするな。トン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 、あ、なんかナゲットが混ざってるや。まあいいや、綺麗。まあこんな感じかな。このちょっとネイビーっぽいやつだけ細かいので、まあちょっと使いにしようかなって思ってます。はい、で今回はクリアベースでやっていこうと思います。どんな感じでのせようかな、バランス見ながらやっていきます。まずクリアジェルを全体に、まあベースジェルでもいいかな。はい、でそうしたら、はい、そうしたら、なんとなく選んでいきます。この白っぽいのはまあちょっと大きめのやつでもいいかなって思う。あ、やるの、よくやるの、私のこのネイビーだけね、よくやるんですよね。ネイビーやりがち。こうかな。でまあちょっとシェルは角が出やすかったりするので、ちょっとその辺気をつけながら乗せていきたいと思います。うわ、でかいの乗せたいわ。この辺とかね、でかいの乗せたら可愛いと思うけど、乗せません。ちょっと割って、割りながら、この辺のちょっと茶色っぽい色が入ってても可愛いね。こんな感じでまずは乗せます。あれ、私クリアのチップスタンドあるのに、なんでこの白でやってんだろうちょっとお待ちを。はい、買いましたよ、クリアのチップスタンドに。そうそう、この前ね買ったのよ。なんで私忘れてたんだろう。いつもの感じで普通に白いやつでやってたわ、びっくりした。はいね、こっちの方が見やすいねあとは青っぽいのをちょろちょろっと隙間に入れ込んでいきます。このさっきこぼしてしまったネイビーも使いましょう。どうかな、見えるかな、見えるかな。これ場所を変えよう、バランス見ながらねやりますよ。どうかな、あ、こんな感じかな。このぐらいにしとこうかな。はい、ではこれで一度硬化をしていきます。はい、硬化しました。続いて、このナゲットを乗せたいので、ちょっともう一回クリアジェルを乗せていきます。なんかね、まあ、全体を覆っちゃっていいんですけど、若干やっぱり凹凸がね今あるので、シェル全体をまずは一旦覆っていきます。これはトップとかじゃなくていいかな。はい、じゃあ今クリアジェルを全体に塗りましたので、ナゲットを用意します。ナゲットはなんかシェルとシェルの間みたいなとこに入れ込んでいきたい。見えるか、見づらいかな、周りとかこういう隙間にちょろちょろと入れます。こんな感じかな。もうちょっといる？もうちょっとあってもいいかな。まあこの辺はバランス見ながら好きな感じでやってもらえればいいんじゃないでしょうか。でもやっぱこういうナゲット入れると華やかになりますね。はい、じゃあこんな感じにしておこう。これで硬化していきます。はい、硬化しました。これで一旦トップを塗っていきます。
かわいい。いや、やっぱシェルってかわいいですね。なんだろう、この奥行きのある輝き。はい、じゃあ硬化します。はい、硬化終わりました。もうこれでもね十分綺麗なんですが、もうちょっと手を加えていきたいと思います。これね、周りをぷっくり囲んでいきたいんですが、私準備動画これ出してたかな。これ若干あれなんで、透明感が若干少ないような気がするんで、一旦こっちのエクステンションジェル、これはね、リッカジェルのやつ、ちょっとだいぶ少ないけど、これをまずは使っていきたいと思います。筆は、まあ、細すぎないアート用の筆で、この周りを囲んでいくんですが、際から少し開けたところを囲んでいこうと思います。キワキワでも可愛いんですけど、やっぱちょっとぷっくりさせるので、なんだろう、ボテッとした印象になりやすい気がします。私あんまりボテッとしたのは、ボテッとしてないやつが好きなので、なるべくあんまりキワキワを攻めず、ちょっと内側を囲んでいきたいと思っております。最近もいろんなアートがありますからね。無限ですね、アートはね。で、まあエクステンションジェル、これちょっと固めのジェルなんですけど、でもやっぱセルフレベリングしていくので、なんだろう、外側に流れていきがちなので、硬化する前に一旦ひっくり返します。かわいい。うわ、かわいい。これで一旦ね、ひっくり返します。爪がジェルで汚れてるわ、汚な。はい、一旦これで硬化します。はい、硬化しました。まあ結構これでもぷっくりなんですが、ちょっともうちょっとぷっくり感出したいんで、もう一回のせていこうと思います。はい、じゃあ硬化していきます。はい、硬化終わりました。ちょっとぷっくりさせたとこだけ拭き取りタイプなので拭き取っていきます。かわいい、めっちゃかわいい。はあ、かわいいわはあ、かわいいわ。私の手が汚いわ。私の手がジェルつきまくってて汚いわ、こことかね。はい、そんなことはどうでもよくって、よいしょ、置くとね、こんな感じ。かわいい。クリアベースがいいね、これはね。透明感が出て。のせてみると、こんな感じになります。うわ、なんとも華やか。これワンポイントか、まあ2本ぐらい入れて、あとはどう？何がいいかな？あとはちょっとパラパラっとチェルを散らしたり、クリアベースで。あとはなんか、そのクリアカラーとかで他合わせていいかもね。白っぽいのとかで。うわ、めっちゃ可愛い。でも青とかをカラーで合わせても可愛いかもね。うわうるさいわって感じ。可愛い。はい、でね、今回はこんな感じで仕上がりました。シェルの色は青と白系を使ったんですけど、もちろん他のカラー、パープルとかピンクとか、まあいろいろあると思うんですけど、それでやってみても可愛いんじゃないでしょうか。ナゲットもね、シルバーとかでもいいかもね。はい、では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。